出た。これ確定じゃん。おー、これまたずれるとこあるか。いやー、どうだろう。おー、さあ、ウィーラブでやっていきます。だな、次回ということで、はい、スペシャルエージェント新しいのね、UEFA チャンピオンズリーグ2017-2018の、はい、セブンクラブス158スターボックスドローということで、はい、来ましたね。はい、樹海さんの欲しいロナウドもいますけども、はい、あとデブライネもね、結構いいガチャだと思うんですよ。確率も結構高いっすよね、これ。だって158で、あの、うん、金がめちゃくちゃ多い、うんうん、はい、銀が確率が、まあ、確かにいつもよりないということで、で金も結構いい選手多かったっすもんね。いや、マティプとか欲しいな。 A さんの欲しい、ヤトゥーレも、ヤトゥーレも持ってないんでね、欲しいですあとは、そうだな、アグエ、欲しいっすね。あとベンゼマ、持ってないんでね。そうですよね。はい。ナインゴランとか持ってませんね。このあたりが出てくれたらいいかなと思います。はい。サラーか。サラーがこっちはね、もう黒玉になってるので。であと A さんの場合、メッシとかっすよね。いや、メッシはちょっときついな。雷ほんと怖いんだよな、逆に。メッシきついわ。ロナウドはまだ取ってる。ロナウド取ってる。メッシ来たらやばいっすね。金って言ったら、まあ、マンジュキッチも非常にいいんだ、はいはいはい、まあ、ケディラだったり、この辺もとつりたいし、ヤヤトゥーレ、そうですね、マティブあたりね、あと、ジェスズね、うん、こいつめちゃやばいんで、これ、いやー、欲しいって、あの、若手でラインブレーカー、めっちゃスピードあるタイプなんで、はい、はい、いや、いいっすね、いいっすよ。いやー、結構いい選手揃ってるんで、まずいきなりね、10回ぐらい引けば、まあ、どのぐらい、まあ、黒玉が出るのか、はい、僕前全然黒玉出なかった。いや、これ一発目からビリあるよ複雑だな。ロナウドは欲しいけどさいくよ。おい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 、銀スタートかよ。マジかよ、アサモア。あ、まあいいですけどね、僕結構使いますね、これ銀スカットで。銀スカット使いますか、はい、左サイドバックで使う。結構高いんですよ、まあ、結構銀にしては高い選手ですね。いや、でもさ、銀スカットでさ、長さんいるんだけど、ちょっとスタメン危ういな、アサモア。いや、確かに長さんいたらちょっときついな。さあ、2回目。だって俺らの思い入れ補正がかかってるからね、長さんは。そっちがあるからね。さあどうよ。ああ、まあまあまあ、金よね。金一番多いから。あれ持ってないぞ、俺。え、持って持ってません。ディエゴ・ペロ、初めて。おお、ゲットしました。金スカットの時のスパサブとかに使えるわ。そうだね。うん、俺で言うバーレル・ジェルマンね。コオロキしかないで、コオロキ。コオロキ、出ねえだろうが。だよなさあ、誰が来るだ。そもそも黒。お、出る。お、出た。誰だ。早いな。おーい、あー、ジェコ。ジェコだ。持ってる。いや、持ってません。おー、いいね。これは嬉しいっすね。やっぱ持ってない選手来るとテンション上がるやね。193センチ、でかいでかいよ。さあ、オフェンスセンス85、はいね、決定力もありますね。いや、ジェコ当たりでしょう、これは、うん、ポストプレイヤー久しぶりになんかでけえ選手当てたわ。続いて、はい、4回目。うわー、注目選手サネさんいるもんな。いいな。今回 18B のサネは持ってないからね。俺もないな。金、いや、金は、いや、金は結構いい選手いるんだよね。おっ、ヨヨツルでしょ、きっと。いやー、これは当たりだぞ。フリーキックも蹴れるし。いや、ここに来て、俺ずっと持ってなかったんですよ。なあ、17から。俺金スカットでどんだけお世話になってるか。いや、めっちゃ嬉しい、これは。いや、強いぞ育てます。マジでボディバルやべえから。いやー、いいね。まぁ、あ、ちょっとコンディションっていうのがね、若干ってところが、うん、まあまあいいでしょう。いや、強いよ。いや、強いよ。めっちゃ嬉しいよ。さあ、続いて5連目、5連目いきます。うわ、いや、結構引きよくね。いや、引きいいっすね。黒引いて、ヤヤさん引いて、これ確定じゃん。おお、これめっちゃ引きやばいな。え、いいな。おい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 。いや、A さんがいいと俺悪いっていうパターン多いんですよ。さあ、おう、バルザーリー。おお、これはちょっととつりましょう。はい。いや、いいっすね。いや、足が速いセンターバックは好きなんですよ、やっぱ。
ディフェンス91、ボールダッシュ89でスピード78ね、いいね、はい、伸びるよ、いや伸びますね、はい、コンディション程度7、そしてマンマークアクロバティッククリア逃走シーン、これは神ガチャなのかいやこれ神ガチャでしょ、いや神ガチャだと俺は思うよ、これだよな、うん、6回目、マジか、あ、来た、合成感半端ないけど、まあ、18B では、はい、初めてなんでね、いや合成感やばっけなんかユニフォームのなんかその権利的な問題でなんか、はいはいはい、使えないみたいな話もね、ちょっと聞いたんで、はい、170cm、27歳、左利きですね、さあ能力、ドリブル高いですね、ドリブル早い、そして瞬発やばいな、ザ・ブラジル人の、うん、あの能力だよね、はい、本当に7連目、はい、だってチャンピオンズリーグだよ、強いとこが集まってやるっていうね、はい、さあ神ガチャに決まってるでしょ、これまたずれるとこあるか、マジマジかこれ、やべえ、マジでよ、多分そんだけ引かれてると僕あやいやめっちゃやばいな今回、はい、マルキージョですね、いやなんかやっとマルキージョとつれるかなっていう感じですね、はいはいはい、今まではずっと一体できたんで、はい、能力もスキルもあるし、でベラグレこれを機会にやっていきましょうか、はい、ということで続いて8連目、8連目っすね、やばやばすぎる、ね、これ5連続黒とか来たらやばくね、これはすごいな、いきます、うわ、いやどうだろう、うおぉマジかこれイニさんイニさんイニさん、え、すごくねこれ確率、バルセローナのキャプーテンですよ、そうですよね、やべえ。ちょっと待って、嬉しすぎる、嬉しすぎでしょ、ちょっとボールコントロール90、ドリブル85、グランドパス88、いやマジかよ、やばスキルね、素晴らしい、そうですね、スペイン、はい、もうパス回しの選手、これで9回目ですね、はい、9回目で5回、どんな確率だよこれ、これやばくね、あ、まあ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 、やっと落ち着いたって感じだな、やっと落ち着いたって感じですね、おお、カリウスだ、俺の一番最初の正ゴールキーパー、いや、お世話になりました本当に、さらっとねゲットしていくっていう、やっぱですよね、いや、いいな、やっぱりドイツですよ、ドイツです、ね、キーパー、いや多いよなキーパー、多いよね、レイノとかもそうだし、うん、やっぱカーンから始まってますよ、やっぱりカーンからですよね、強え普通に強え、ロングスローパントキーパー持ってるからね、これあるぜラストちょっと待って、結構な引きいいよな、だってもう3分黒引いてんな、うん、この時点で、あーまあまあ、おエベルバネが、ということでこれ神ガチャっすね、まあ世界のリーグからも強いところが揃ったガチャだから、まあそれは強いんだけど、その中でも黒玉が半分引けるって、いやだけどこれ俺ってもう一生ロナウドが出ない設定になってるんですか、まあそうかもしれねえな、ということで、ということでじゃないだろう、次回の爆死動画でお会いいたしましょう、さよなら。